おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは緑、ラッキーナンバーは9です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ワンドの5の正位置が出ました。信念が試される時です。混乱した状況や対立に巻き込まれたり、予想外の事態に振り回されて全てを投げ出したい心理に陥ることも、物事の成功や改善に向けてたゆまぬ努力をしてきた、あなた様にとっては、理不尽に感じる状況に追い込まれる、かもしれませんが、諦めないで、たとえ状況的に不利で、困難極まる状態でも、引き下がってはいけません。正しいと思うなら、反対を押し切っても進めましょう。少し時間がかかるかもしれませんが、必要な助けや富は必ず訪れます。ワンドの5の正位置の意味は信用、革新、変革、絶好のチャンス、対立や葛藤、情熱が試される障害や困難に屈しない精神力。2枚目めくっていきます。ペンタクルの王の正位置が出ました。このカードは豊かさを象徴しています。取り組みが豊かな実りをもたらす時期、誠実な友や仲間に恵まれて、プロジェクトが進展したり願ってもないチャンスが訪れるでしょう。特別待遇を受けたり、ポジションアップの可能性があります。あなた様に注がれる恩恵が周囲を満たして、環境や経済状況が、見違えるほど良くなっていく兆しがあります。ペンタクルの王の正位置の意味は安息、恩人、後継者、実績、有能な人物、誠実で力のある人物。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。